はい、皆さんこんにちは。自然栽培ライフスタイルチャンネルの向井です。はい、今日もねまたコーヒーのお話です。はい、ということでね、新しいコーヒーを作りました。はい、ラオス品種はティピカというね、ちょっと変わったラオスのというね国の、コーヒーになります。ラオスはねまだあんまりね多分知られてないと思うんですけど、なんかこれからちょっと注目されそうというところです。で、品種のティピカっていうのもね、アラビア種って、まあ、一番結構有名かと思うんですけど、そういう品種のさらに原種みたいな、はい、ちょっとこれね原種とか気になりますよね。そして何よりですね、実は自然栽培で育てられたコーヒー豆というところですので、まあこのね自然栽培ライフスタイル的にはちょっと見逃せないなというところかと思ってます。で、これをまあ比較的こう浅入り気味に、はい、今販売している中では一番浅入り気味に焙煎してますので、やっぱりねこのフルーティー感といいますか、まあ、ちょっと酸味があるんだけど、まあ、そこが好きな人と、あとやっぱりねちょっとこうフルーティーな香りが大好きな人にとてもおすすめのコーヒーです。もしね今までゲルセイを飲んで好きな人とかがいたら、まあ、ゲルセイと、オリジナルブレンドの中間あたりかなみたいな、ちょっとこうまた絶妙なですねバランスで狙ってきましたので、皆さんのね意見を反映しながら焙煎しております。そしてですね、今回はちょっとスペシャル企画がございまして、もしですね先着5名様なんですけど、はい、実はこちらの高森町の内田垣、はい、こちらをですね先着5名様にちょっとプレゼントという形の企画をさせていただきました。まあ、実はね浅入りコーヒーと内田垣、まあ、干し柿ですよね、干し柿っていうのはすごい合うなと思っていて、ちょっとぜひですねこの食べ合わせセットを、お試しいただいて、ただすいません、今回ちょっとプレゼントということで、こう合うとか合わないとか、どんなところが良かったみたいな、ちょっとアンケートをねさせていただければなと思っております。で、この市長柿もですね、実はこれね、もしかしたらスーパーとかでねご覧になった方もいるかもしれませんけど、実はね裏にねちゃんと生産者のねお名前とかが書いてあって、こだわって作られている市長柿の農家さん結構いらっしゃるんですよね。そんな話をね私今高森町の方にお邪魔していて、いろいろ聞いております。なので今回はすごくねやっぱりこだわりを持って作られている農家さんの、市長柿を直接手渡しで受け取ってきまして、まあ、それをねお付けしたいなというふうに思ってます。どんな風にねちょっとこだわっているかみたいなところもね、少し概要欄の方に、お伝えできればと思っておりますので、ぜひご覧ください。ということでね、今回は新しいコーヒーのご案内と、まあ、ちょっと発売を記念した、干し柿とのコラボ企画というね、お届け、できればと思います。それではぜひ、詳しくは概要欄からネットショップの方をご覧ください。よろしくお願いします。ではでは。